さあ、どこで休憩しようか。バッテリー交換もしたいしな。よいしょ。に乗ってこれからちょっとねカルストの方に行きたいなと思っておりますね。でこれもちろんね、自分のバイクじゃなくてですね、借り物という感じなんですけど、まあ、レンタルバイクかというとねちょっと形態が違うんですね。まあその点についてはですねまた、今日話そうかなというふうに別の動画でね話そうかなと思うんですけど、まあとりあえず自分のものじゃない仮のものバイクでねカルスト、いつもねグロムで上がってるんで、どうかなと、大型でね上がるとどんな感じなのかなというのがすごい楽しみではあるんですけどね。ワインティングも多いですしね。で R90 はですね、もうずっと前から憧れのバイクではあったんですね。発売がですね2013年に発表になって、その年に出たのかな、どうだったかな分かんないですけど、発売と同時にですね日本の有名なカスタムビルダーにカスタムを依頼してですね、いきなりこの R90 のカスタムを発表するというのがすごい印象に残ってますね。特にその中でもね46ワークス、のバイクがねめちゃくちゃかっこよかったんですね。あれ見て一目惚れという感じではあるんですけど、いやあれ本当かっこいいですよね。まあなぜその発売と同時にまあねカスタムビルダーにカスタムを BMW がお願いしたかというとですね、まあもともとこの R シリーズですかね、 BMW の水平対向ボクサーエンジンですね、はまあカスタムベース車としてよく使われるんですね。特にカフェレーサーとしてよくカスタムされてるのを見かけますけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱこの、両方に張り出したエンジンっていうのがポイントになりますもんね。もうめちゃめちゃ映えですよ、これは本当映えの塊みたいな感じなんですけど、カスタムベース車として BMW も考えてるらしくてですね、いろいろそういう風な細工がしてあるということですね。まあ一番大きいなのがこのシートフレームがですね、まあ取り外し可能ということですね。どういう構造で止まってるのかっていうのはちょっと分かんないんですけどね、だいたいカフェレーサーにするときぶった切りますからね、シートレールなんか、だからまあ最初からそういう風に、なってるということですね。で、フロントサスペンションもですね、水平対向といえばだいたいテレレバーが多いらしいんですけどね、 BMW は独特な機構ですね、なんかバネが3つあるけどそれを今回は採用してないみたいですね。普通のテレスコみたいな、みたいじゃなくてテレスコなのかな、テレスコピット、わかんないですけどね。ですね、だからまあフロントもカスタムがしやすいという形になってるんじゃないですかね。そのために多分普通のね、サスペンションを採用したっていうことなんですかね。乗ってみるとですね、第一印象はですね、もちろんエンジンかけた時の右側への傾きですね。縦型のクランクシャフトを採用しているせいか、右回転なのかな、クランクシャフトは。だからエンジンを煽るとですね、車体が右に振れるんですよね、プルンと。たまんないですよね、あれ大好きなんですよね、俺。うまく操れない。乗ってる時にですね、上にね、こう引っ張られるような感覚を覚えるんですよね。なんかこう強制的になんつバイクが自立しそうな感じ。おー早い。お996、今のドゥカティでしたね。おあー早くのいい匂い。あバイクがこうなんていうかね、強制的に自立してるみたいな感覚を覚えるんですよね。まあもしかしたらこうクランクシャフトがねくるくる回ってるせいで、ジャイロ効果っていうやつですかね、こうねコマが立つみたいに、なんですかね、自立しそうするっていう働きが、働いてるんですかね。これ不思議な感覚ですよね。いやーでも楽しい、憧れのバイクですからね、これ。でもこれっすよね、もうこの
なんでこれを採用したっていう感じですよね。僕ね、昔見た時ね、本当これこけたらエンジンブロック飛んでいくんじゃないかなと思いましたけど、そういうことはないんでしょうね多分。でね、乗車姿勢はですね、すごいネイキッドタイプで乗りやすそうな見た目をしてるんですけど、俺にはね結構ポジションきついですね。ハンドルが遠くて、すごい広いような感じがしますね、ワイドハンドルというか。なので、もし乗るとしたらね、もうちょっとハンドル変えないとちょっときついですね。結構グロムなんかより全然前傾ですね。ちょっと走って喋ってる余裕ないですね。なんかね、えらい音がええなと思ってたらですね、純正のアクラが入ってましたね、これ。通りで、ね、純正にしたら音がえらいいいなと思ったら、そういうことなんですね。いきますよ。ブルン。さーて、もうちょっとだね。おしっこもしたし。しかしバイク全然上がらないですね。オオカミネが右で、カルソ左ですね。あー高い、怖い。ほっと高所恐怖症になったな。昔ね、全然そんなことなかったんですけどね。あー寒い。いつの間にかね、高いところ苦手になっちゃいましたね。守るものができたからかな。怖っ、滑った。ここいつも滑るんだよな。綺麗だわ、森の木漏れ日が最高。でもグロムか今の。大野ヶ原、あ、ここか。オッケーオッケー、わかりました。いつも反対側から来るんだね。結構ケツが痛い。サスが結構硬いな。うわー最高、超綺麗。あたまんない。さあ着いたかな。おーすげー、何回来ても感動するわ。おーめっちゃ綺麗。これはこれで緑のじゃないカルストって初めてですけど、いいっすね。いやー最高、あんま寒くないし。ちょっと風があるな、ドローン大丈夫だろうか。あ、びっくりした、道がなくなってた。いやーいいな。撮れてるよね。撮れてなかったら泣きそうなんだけど。結構風が強いな、大丈夫か。いやーとりあえずぐるっと一周してみましょうか、カルストね。全然違うな夏とは。この閑散とした感じもいいですね。うん、緑じゃない茶色の世界。いやいや絶景絶景。こうなんだろうな、石灰岩がすごい目立ちますよね。緑の時の方が目立ちそうなのにすごく目に入りますわ。
おーすごい景色何回なんだよ俺しょっちゅう来てるのに、感動するなやっぱり。ああ綺麗、青が綺麗だなこれ空の。お尻痛い。ここが撮影スポットですね。とりあえず向こうまでホテルのところまで行きたいと思います。ホテルじゃないか、ホテルの手前までにしとこうか。ここも好きなんですよね。ここもすごい、おお。そうそう、ここ狭くてね、眺めがいいんですよね。怖いけど、すげえ怖いけど。みんなあっちから上がってくるね。いやー新鮮だったわ、反対側から上がるのもね。さてと、ここで U ターンしよっか。いやーいいわ、何回来ても感動するな。いやー綺麗めっちゃ綺麗、四国の山々がめちゃくちゃ綺麗に見えますね。まあ牛いねえな、ほんでどこ行ったんだろう。あー怖いわ高い高くて怖い。下行こうか、倒れるよそっち向き。いやーやっぱでもこっちからもいいっすよね。よく見るカラスの光景はこっちですけどね。ほう綺麗。エンジン顔こっち向けないと倒れるなこれ。大丈夫ね。はあ、いやー綺麗だ。